はい、皆さんこんにちは、ミガミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回は暁十傑ピックアップガチャ、こちらを引いていきたいと思います。前回のサクセス動画でちょろっと言ったんですけれども、まあ、こちらのガチャね、あの SR 確定ガチャではないので、ちょっとね引くのをためらっていたんですけれども、まあ引いちゃいましょう。引いていきます。で、今回のピックアップキャラは十傑の、3キャラ、暁の碇守と七井と八嶋になってます。で、ただ八嶋の方が今回パワチャレの、景品になってますので、七井守と比べるとちょっとだけ、出現率が下がってますと。守君と七井は出現率15倍なんですけれども、八嶋は8倍になってます。で、 SR の出現率は、初回から、2倍になってまして、初回は150個で、2回目が200個で、3回目以降が、まあ、通常通りの250個なんですけれども、3回目以降は PSR の出現率も上がってますと。で、サクスペの方は提供割合とか書いてないよね。まあ、特にそういった画面がないのであれなんですけれども、パワープロアプリの方はなんかいつの間にか提供割合載ってましたね。自分パワープロアプリ全然見てなかったんですけれども、まあ、前回のね、まあ、前回って言っても結構前ではあるんですけれども、リセマラガチャ動画、まあ、以降はちょいちょいね、覗くように、なって、で、ガチャ動画見てみ、ガチャ動画じゃない、ガチャ画面見てみたら、なんか提供割合が細かく載ってましたね。で、一応それと同じであれば PSR の出現率は 0.5% で、 SR の出現率は 3% になってました。なので、まあ、これが単純に2倍になると、PSR は 1% で、 SR は 6% という感じになりますので、まあ、SR に関しましては、まあ、2回に1回で出てくれればっていうところが期待値になりますかね。じゃあガチャの方やっていきましょう。まあ、SR が出るのはもちろんのこと、7位か守が欲しいですよね、やっぱり。で、ね、パワーストーン的には4回引けるんですよ、マックスで今のところ。まあ、4回引くかどうかは、まあ、出現次第ですね。まあ、とりあえず最初の150と200、これは確実に引いていきます。ということで、まずは最初の10連いきましょう。うわ、ポン。こっからはないか。金のね、カプセルでも出るときは出るんですよね。みずきちゃんの PR が、まあとりあえずは嬉しいかな。まあ、7位は普通の R と。で、確定の PR は碇守君ということで、1回目は特にという感じですね。じゃあ2回目いきましょう。とりあえずグググポン。これは厳しいぞあ、でも2枚入ってた。さて、うん、なんだっけ、岩井くん、岩井くんは2枚目か。で、こっちは普通にヘビシマかよ。ヘビシマくんはミキサーですね、完全にミキサー券ですね。まあ、岩井くんがとりあえず出てくれたと。で、じゃあ3回目も行きましょう。これはポンこのポンが一番悲しいんだよな。で、金の玉っていうところが、これは4回目も引きましょう。八嶋くんの普通の R か、これも普通の R だね。前回がね、かなり良かったからね、前回のガチャが。そうするとやっぱりね、今回は厳しいんだよな。じゃあ一応引ける数としてはラストになります。いきましょう。とりあえず SR をくださいこっから SR、 うわ、来ないか。八嶋くんまたかうーん、普
通の PR 系もちょっと微妙な感じですね。という感じで、まあ、前回がねかなり良すぎたっていうのがあるんで、まあ、今回はどうかなっていうのはねなんか薄々感じてはいたんですけれども、まあとりあえず、岩井くんと蛇島だけでしたね。4回やってこれがねだからね SR 確定じゃないところのね厳しいところなんですよね。ちょっとね追いをどうするか、追いガチャをねどうするかはまあ考えます。1周年が控えてるんでね、あんまり無駄にもできないんで、まあただね7位か守くんはどうしても欲しいっていうところはありますので、まあとりあえず今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。